のはどの馬かさあゲート入りが終わってスタートしました若干2番ジュリア・バローズは後方からあとは固まってスタンド前先行争い5番モカフラワーそして10番ペーシャフラワーかわしてハナエ2番手に上がった6番エンパイアウエスト3番手に5番モカフラワー前から4投目9番カーペンタリアそのうち1番アレグロ・モデラートさあ第1コーナーを回っていきます 1>, 1コーナーを回って先手を奪ったのは10番ベーシャフラワーリードは一番真犯2番手、6番エンパイアウエスト3番手は5番モカフラワー1コーナーから2コーナー前から4投目9番カーペンタリア並んで上がっていく4番シンテレーション4番手、3番手の外目まで上がって2コーナーから向こう上面ペースが落ち着いてさらには1番アレグロ・モデラート並んで3番インザ・オベーション一番真犯後方2番ジュリア・バローズに12番ウィン・エクレール 並んで7番ラスマドレス後方には8番ヒズルジョーと11番のアグラシアドさあ最初の 1000m は1分1秒から2秒ぐらいのペース3コーナーカーブに向かっていって前は10番ペーシャフラワーリードは一番新キープ3コーナーのカーブ内回りコース残り800を切って2番手は6番エンパイアウエスト3番手は5番モカフラワー前から4投目4番シンティレーションと並んで9番カーペンタリア さらには1番アレグロ・モデラート残り600を切って外は3番インザ・オベーションが中断でさあ4コーナーカーブに向かっていって馬群が凝縮されていった前は10番ペイシャフラワー残り400を切ってリードは体半分4コーナーから直線に向いた2番手は6番エンパイア・ウェスト3番手、内側5番モガフラワーさらには外を通って3番のインザ・オベーション 2番番ジュリア・バローーズが追い込んでくる、さらには4シシンテレーション、テレョ戦闘6番エンパイアウェストさらには外から3番インザオベーションと2番ジュリアバローズ4番シンテレーション激戦状態だ6番エンパイアウェスト並んでいく2番ジュリアバローズ3番インザオベーション広がってゴール